こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。今回はですね、ちょっとなかなか治らなかったものなんですけども、ビデオなんですね。先週かな、前に矢野口のジャンク屋さん、ハードオフで買ってきて紹介してるんですけど、そのやつでね、今分解して全部掃除はしたんですよね。で、最初チェックの時にですね、1回はビデオテープ入れて再生1回したんですよね。で、これはね、前も説明したようにですね、ビデオテープなんですけど、デジタル処理をしてフィルターかけたりとかですね、そういうような機能を持ったノイズとかを取ったりとかね、デジタル的にね、そういう機能を持った結構ハイレベルのですね、ビデオなんですけど、その関係でですね、この基板がですね、基板っていうか、マーカーがですね、すごく複雑なんですよね。今のっていうか、今はもうないけれども、普通のビデオはですね、中ガラガラなんですよね。ほんと回路ってそんなになくてですね、だけどここ全部びっしりですね、入ってるんですよ。ほんで、ここを見ると分かるんですけど、内側も立体的にですね、詰め込んで、かなりですね、密度の高い、設計をしてるわけなんですよね。で、1回だけはちょっと動いたんですよ。で、1回電源切って、もう1回動かそうとすると、あとでやりますけれども、再生しだし、再生ボタンを押すとですね、すぐ電源は落ちないんですけれども、すぐオフっていうか止まってしまうんですよね。停止になってしまう。そういう現象があって、いろいろと調べてたんですよ。だけど最終的にはね、ちょっと課題として残るんですけど、何せですね、やっぱ、これだけ複雑な、ビデオなんですけれども、これ、サービスマニュアルもないんでね、ちょっとよくわからないところがあって、あとはですね、ビデオはですね、修理はほとんどしてなかったんですよね。ですから、本格的な修理っていうことになると、これが最初だったんですよ。オークションに今2個ほど出してるんですけど、一つは DVD と VHS が内蔵されてるタイプ。それはね、こういう VHS が入ってるわけなんですけど、それは最初から動いてたもんなんで、チェックして掃除しただけなんで、大したことないんですよね。で、もう一つは DVD とハードディスクが付いてるものなんですよ。それもちゃんと動きましたし、機構的にはこの VHS の部分がないんでね、どちらかというとパソコンとかですね、そういうようなイメージなんですよ。で、この VHS のユニットっていうのが、僕にとってはですね、まだ未知のものなんで、これを機会にですね、ちょっとやってみようかなと思って、分解して掃除はしたんですけどね。ちょっとね、厳しいですね。でも、ローディングって、テープの出し入れはね、大丈夫みたいなんですよね。今ちょっと電源っていうのかな。入りましたね。で、よいしょ。これ。これもね、時々ね、出てきちゃうんですよね。これが、どうもね、これ、巻くときの、今、これ、ちゃんとローディングできました。ほんで、これ再生しようと思うんですけど、すぐ戻ってしまうんですよ。ちょっとわかりにくいかもしれないけど、これ、カメラを外してみようかな。
だね。どうしようかな。こう今ロジングしますね。こうヘッドにですねテープを巻きつけて再生するはずなんですけど、なんでやっても途中でですね戻ってきちゃう。こんな感じですね。はい。ではですね、この裏側開けてあるんでどうなったかっていうのをちょっと確認してみますね。はい、これ裏側から見たやつですね。底の面のパネルを外すとこんなような形で、VHS の動きっていうかが見えるわけですよ。これ。最初はですね、ここの部分、ここの、こうアームがこう伸びてくるんですけどね、これがヘッドにテープをこう絡ませるというか巻きつける機構なんですよ。で、これがですね、当初、向かってですね、左側はちゃんと一番奥の方まで行ったんですけど、右側は途中、ちょっとですね、最後まで行かないで戻ってしまってたんですよ。それはですね、可動部をですね、いろいろと、こう、動かして、っていうか、油を塗ったりとかしましてね、こう、滑らかにすることで、解決したようには見えるんですよね。ところが、やっぱ戻ってしまうんですよ。で、この上の機構、この右下の今中央にしてるんですけど、これがねモーターなんですよ。モーターですね。結構大きいモーターですね。それにこのゴムベルトが巻きついて、このギアのところを回してるんですね。で、この上の部分、こう右左右にこう動く機構があるんですけど、それでまあコントロールしてる。そしてここではちょっと見にくいかもしれないですけど、この中央の部分に実はソレノイドがある。ソレノイドっていうのは電気を流すことで電磁石でこう動かすんですけどね、上下にこう動く機構がついてるんですけど、それによってカチャンカチャンってカチャンと音がそのソレノイドの音ですね。こんな感じでですね、動く。うん。ですよ。だから一見すると、特に問題なさそうに見える動きなんですけど、どういうわけか戻ってしまう。なぜかなっていうところがあってね。で、突き詰めていくと、どうもですね、これ今中央にある、こう大きい回転するところありますよね、左にね。その右上のところにちっちゃいちょっと黄色っぽく見えてると思うんですけど歯車があるんですよ。ここがですねどうも実は動いてないんじゃないかっていうふうに思うわけですよ。うん。だけれどもまあこれ例えばこれ早送りしますね。これ早送りです。こうちゃんと動きますね。はい。早送り巻き戻しはちゃんと動くんですね。ところがプレイボタンを押すと、うん、ここら辺をコントロールしてる何かがちょっとおかしい。ちょっとねその辺がこれからちょっと見ていかなくちゃいけないんですけど、何せこれはサービスマニュアルないんでねよくわからないんですけど、これからですねまあ何機種か、これと同じものじゃないんですけれども、VHS をまた、こう、分解して直してみたりします。これからね。そういうことをする中でですね、この VHS の動きがどういうのかっていうのは、私の中に、こう、入ってくるわけですよね。今の段階では、VHS を直すっていうこと自体が、私のマインド、にはないんで、
なかなか問題を解決できない状態なんですよ。でよく私はマインドって言葉を使うんですけど、マインドコントロールとかってよく言われるように、マインドっていうのは心なんですけどね。心なんていうんですか、私の定義はちょっと違うものがあるんですけど、例えばなんだ、マインドセットっていう言葉が啓発系の言葉なんですけど、要するにあの心の持ち方というかですね、心構えというかですね、そういうところにつながるのかもしれないけど、この、カセットテープに関してはもうかなりマインドが私の中でできてると思うんですけど、 VHS ビデオに関してはもうまだ全然マインドがないんで、なかなか解決するのは難しいんですよ。一旦ですね、そのマインドができるとかなり簡単にこう問題って解決できるんですよね。それがまあ職業だったり、いろんな職業の人がそのマインドを持ってる、でその職に精通してるっていうことになると思うんですね。こんな感じでね、はい。でこれからですね、だからさっきも言ったように何種類かの、ビデオをこう修理する中でですね、このビデオテープに関してのマインドを自分の中に取り込んでいくっていうことをこれからやっていこうと思います。なのでこれはちょっとこの機種はちょっとお休みして、冬眠していただいて、私がマインド、その VHS のマインドが確立した頃にはまた治るようになると思います。はい。そして例によってですね、またホワイトボードをちょっとちゃちゃっと作ってみたんですけれども、今ちょっとやってたこととも関係するんですけど、このマインドセットっていうのも関係するのかもしれない。問題解決のためのですね、ちょっと基礎知識的なものなんですけどね。問題っていうかですね、課題っていうか、まあ、仕事でもいいんですけど、なんかをやるときに、やるときのですね、パラメータとして、まず緊急性っていうものがあるんですね。すぐにやらなくちゃいけないか、すぐにやらなくていいかっていう緊急度、緊急性ね。それとですね、重要性、重要か重要でないかっていうパラメータになるんですよ。物事をなんかやるときには、緊急性と重要性っていうのがパラメータになるわけです。要するに、ここの部分、例えばですね、ここの部分、ここのエリアですね。ここのエリアは、緊急度が高い、要するにすぐやらなくちゃいけない。なおかつ、重要性が高い。ここね。重要で、なおかつ緊急なこと。これはね、誰でも、まあ、普通、やるんですよ。で、逆に言うと、忙しい忙しいっていう人のパターンは、ここをやっている。ということになりますね。それと、まあ、その真逆ですけど、ここね、ここ。ここは、緊急性はない。すぐにやらなくてもいい。なおかつ、重要でもない。ここ。通常は、ここは、普通に考えると、やる必要がないことですね、全くね。だから、ここはやらないのが、普通というか、いいわけですよね。ところが、結構ですね、ここをやってる人っていうのは多いんですよ。こう、逆に忙しい忙しいって言ってる人の中にも、ここをやってるからこそ、本当にやらなくちゃいけないことができなくなって、忙しい忙しいって言ってる人も、まあ、いますね。はい。だから、こう、忙しく、緊急でもないし、重要なものでもないっていうのを把握したら、それをなるべくやらないように済ませるということが重要ですね。そしてもう一つ、重要、ここね、ここのエリア。ここはね、ちょっとね、微妙なんですよ。緊急なんだけど、重要ではない。ここはですね、まあ、
ある意味ですね、やらないに越したことはないということなんで、だって重要でないんだもん。ね、緊急ですぐやれって言われたりとか、すぐやらなくちゃいけないなかもしれないけど、でも重要ではないんですよ。ということは、ここも本来は、なるべくやらないで済ませるということです。ここ、あんまりやっちゃいけない部分ですね。ここをなるべくこうやらないようにする。これも、問題解決が重要なんですよね。忙しくしてる要因でもありますね。緊急で、こう、わーっと、こう、なってるんで、重要でもないのに、こう、やってしまう。そうすると、時間がどん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 なくなって、どんどんどん忙しくなってくる。で、さっきここの緊急で重要度っていうのはありましたけど、これは確かにね、やらないと重要ですからね。これ、なおかつ、緊急度が高いんで、ここはまあ、一番にやらなくちゃいけないところなんですけど、でも一番重要なところですね、問題解決とかですね、人間形成というかですね、いろんな面で、本当に大事なところっていうのはここなんですよ。ここ。ここはね、やらないで済ませてしまうっていうケースがすごく多いんですね。これは、すごく重要なんだけれども、重要なんですよ。でも、緊急ではないんですよ。要するに緊急でないから、明日やってもいい、明後日やってもいい、1年後でもいい、もう極端な話、10年後でもいいんですよ。ね、緊急ではないから。だけど重要なんですよ。だから、緊急ではないから、後回しにしてる。最終的にはここの部分やらないっていうケースがすごく多いんですよ。はい。だけれども、本当に一番大切なのはここの部分です。だから、これで言えば、ここの部分を、こう、どん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 削ってってね、こっちじゃない。ここの重要な部分を、こう、突き詰めて、ここの部分だけ、本来はやらなくちゃいけない。で、ここは仕方なくやるような部分、ある意味ね。こう、緊急だけど重要っていうのは、緊急っていうことは、短期的なものなんです。その場限り、クレーム対応であるとかね、そういうようなその場その場、確かに重要なんですよね。クレーム対応しないと信用を落としますから重要なんです。だけどそれなおかつこうすぐに電話でもしますとダメなんで、緊急なんですよ。だからクレーム対応とかは緊急であり重要なんです。だからやらなくちゃいけないんです。でもここばっかりやってると実は蓄積されないんですよ。だから将来的なことを考えると、ここはあまり重要ではなくなってしまう。将来っていう、長いスパンを見るとね。要するにここは短期解決なんですよ。短期間の、短期な問題、課題を解決するには、ここをやってるわけ、やってるわけですよ。ところが、ここをやってると、長期の問題、とか、長期の課題は解決してないんですよ。その長期の視点というかですね、そういう長い目で見たりとか、長期的な問題、まあ病気であってもそうなんですけれども、こう、その場その場、例えば薬を飲んで、まあ鎮痛剤飲んで、やらがいるとかね、眠れないから、睡眠剤飲むっていうのは、ある意味ここのやってる短期的な解決にはなるんですけども、長期的な解決、こう全体を見た時の一番重要な解決っていうのはやっぱりこの緊急度はないんだけど重要なもの、これを一番大切にやっていくっていうことです。さっきも何度も言うようなんですけど、これは緊急度がないんでやらなくても今日明日困らないんですよ。だからみんなやらなくなっちゃう。でも10年後20年後考え
10年20年経った時に考えると、あの時やっておけばよかったなっていう部分がここにあるんですね。ここはね、意識して、ここ緊急で重要なのはあんまり意識しなくても自然にやってるんで、あまりこう意識する必要ないんですよ。ここの部分ね、緊急ではないけど重要な部分っていうのは、これ意識しないとこれできないんですよね。だから自分の仕事なり自分のやってることがこの資格の中のどこに当たるものなのかっていうのを常にこう観察しながらね、もうここだったらもうこう逃げちゃう、やらない、重要でもないし緊急でもないんだったら全然見向きもしない、こうね、ここはまあ言うなれば暇つぶしっていうようなものですね。気晴らしはまあちょっと重要度もあるんですけど、気晴らし、暇つぶしの部分、ここはやらないし、で緊急度は高いけれども重要でないことは、これは逃げる、避ける、ね、こうある意味無視するね。でここの重要な部分だけ、なおかつ重要なのは緊急ではないけれども重要なもの、はい、これをやっていくっていうことですね。その時にね、まあ僕はカウンセラーなんで、まあ自己啓発系だけじゃないからあれなんですけど、その時にですね、まあカウンセリングのっていうか心理療法の中で認知行動療法っていうのがあるんですね。で例えばこれを認知行動療法的にこう進めるとしたらですね、まずこの結果、このそのやらなくてやろうとしていることに関して、まず考え方をちょっと変えてみて、これやらなかったらどうなるかっていうことです。例えばこの仕事内このことをやらなかったら本当に困るのか、どうなっちゃうのかっていうのを想像するんです。そうすると本当にやらなくてはいけないものなのかどうかっていうのが判断できる。やらなくてもそんなに大したことない、まあ怒られて終わりだよとかね、もう一回やり直せばいいよとかさ、そういったなんか結果的にそんな致命的ではないものに関しては極力やらないと。こう今言ってるのはですね、この重要か重要でないかっていうのをこう見分ける方法なんですよね。結構目先のものっていうのは重要に感じちゃうんですよ。だからこそこの緊急だけど重要なものっていうのは目先のものなんで、どうしても重要に感じてしまうんですよ。これやらなくちゃ、あれやらなくちゃって思って重要だと思ってるんですよ。じゃあ一つこうその感情に巻き込まれないでですね、ちょっと感情を脱中心かと思うんですけど、感情をここにそこに飲み込まないというか巻き込まれないで中心をちょっと外してやるんですね。それが脱中心化という言葉なんですけど、中心を外す、感情的なものからちょっと外れてしまう、外れて、それでさっき言ったみたいにこれをやらないとどうなるか、ね、やらないとだったら死んじゃうのか、うん、ね、いや死ぬことはねえだろうってね、そういう形でこうやらなかった時のこうどうなるかっていうのを考えていくと、いや、やらなくてもいいかなって思えるわけです。そうするとここでやらなくちゃやらなくちゃ、これもこれもこれもって言ってたものが、いやこれは別にやらなかったらやらないでも済むねと。これよくワンマン社長もそう、ワンマン社長というか課長クラスの人ですかね、自分がやらなきゃって一生懸命になって休まずにねやってる人がいます。それすごくいいというかこう、うん、まあ頑張ってる人なんでしょうけれども、だけどそういう人たちが例えば病気になってね、病気になって入院、長期入院します。で、健康の時は自分がいなければ
もう回らないよみたいなこと言ってたのにね、実際に病院入院しちゃっても、あの会社は回ってるんですよ。誰か他の人がやってるんですよ。要するにそれは何かというと、自分が重要だと思ってた自分のやってることが本当に重要ではない、自分がやる必要はなかったのよ、そういうことにこう気づくっていうことですね。だから自分が、だからさっきの課長さんの場合は自分がやらなかったらどうなのかっていう、自分がやってしまうから気がつかないんですよ。自分が やらなかったら誰かがやってくれるだろう、じゃあ自分がやらなくてもいい、じゃあここのここは緊急だけど誰かに任せれんだから自分がやらなくていいなっていうことでここはやらないで済むわけです。そういったこう、こうなんていうのね、考え方をちょっと変えてみることで、こう今まで忙しい忙しいって言ってたものがですね、こうそんなに忙しくなくなるっていうかですね、もう重要なことだけやるようになるんで、その後の余暇はですね、ここの部分でもあるかもしれないですけど、緊急でもない、重要でもない、これ例えばこれで言えばリラックスのね、自分の趣味の楽しみとかそっちの方に使えばいい話なんで、まあこういう、まあ本職がカウンセラーなんでね、ちょっとしたアドバイスとして、で私のビデオに関して言えば、どちらかというと緊急性はないんですよ。直さなくてもいいんでね。だから今やってるのはここの部分ですね。将来的になぜかというと、カセットもこう今、カセットレコーダーなんかも今日本製は本当日本では作ってられてないんですね。で昔のものがこうあって、またそういう忘れられるものっていうのはまた需要があって、誰かが直さなくちゃいけなかったりするんだと思うんですよね。で、こういいもの、古いくてもいいものっていうのをやっぱり後に使える必要があると思うんですね。その時に壊れたものを見て、これが動いてたんだよなんていうよりは、こう動くものを見て納得してもらった方がいいんで、そういう面で VTR もまあ僕の領域になってきたかなっていうこともあってですね、この辺も、これからやっていきたいんで、これ今 VHS だったんですけど、ベータですね。ベータなんてもう動いてる機械なんてほとんどないんじゃないかと思うんですけれども、まあベータのチューブとかですね、あと8ミリですね、デジタルビデオなんかもこう昔あったんですけれども、8ミリですね。本当言えばもっと映像で言えば8ミリ映写機のねやつなんかも本当はやってみたいんですね、また違う機会に話すかもしれないんですけど、僕の考えた思想の中にね、考え方の中に源流思想っていう考え方があるんですよ。元をたどっていく、源流に戻って考えるっていう、多分オリジナルだと思ってるんですけど、まあそういうことも含めてね、これからも YouTube アップしようと思ってますんで、ぜひですね、登録、チャンネル登録お願いします。機械の修理だけじゃなくてですね、いろんなこう人生に役立つ情報なんかもちょこちょこと織り交ぜていきたいと思います。はい、ブログも説明、この下のですね、説明のところに URL があります。あと、直したものとかもオークションにかけているんで、その URL もありますんで、ぜひチェックしてください。はい、どうもありがとうございました。失礼します。ナオリンでした。